探索8日目。どうもキャプテン、手術は今日から3人体制に戻っております。キャプテン、よく無事でいられましたね。ああ、お前たちのおかげで助かったんだ。なんか飛んでるで。何が飛んでんの、あれ。黄色のひよこのやつかな。そうやわ、ひよこじゃないか、あれ。別にガチョウ、アヒル、いや、ひよこか。いや、まあ、なんでもええか。あのお化けみたいなのがキャプテンかと思ったわ。ブリトニー、また君に会えて私は嬉。よーし、キャプテンも無事に戻ったし、ワープドライブキーの手がかりを探しましょう。切り替え早いな。あと食料もね。あそこから発してる電波、あれは一体何かしら。例のホコタテ星人という可能性はないだろうか。ホコタテ星人だとしたら、何らかの電波を発するものを持っていてもおかしくありません。やはりな、キャプテンオリマーに違いない。電波の発信源を追跡するとしよう。オリマーの冒険が遊べるようになりました。はい、同時進行するようにした方がええんかな、それともメインストーリーをやりきった後でオリマーの冒険は行った方がええんかな。一応オリマーの冒険にはまだ触れずにやっていこうと思いますけど、おすすめの進め方があったら、おすすめの進め方があったら、教えていただけると嬉しく思います。始まりの森にここでまた戻るんやな。でも確かにキピクミンとかも扱えるようになってるし、うん、だいぶ景色も変わってくるんちゃうか。じゃあ行きましょう。8日目、再び始まりの森へ。あ、の前に会話や。これまで拾ったホコタテ星人のメモデータを整理すると、そのホコタテ星人が僕らのワープドライブキーを拾ったのかもしれませんね。そうだな、そういうことになるな。でも心配だわ、食料を横取りされないかしら。大丈夫だブリトニー、この私が。よーし、食料を集めながらそのホコタテ星人も探しましょう。アルフ、でも喋ってるとこをアルフに遮られてもそんな怒りもせえへんキャプテンが俺は好きや。そうそうだな。うん、顔面の形お尻みたいやけど、うん、いいと思う。はい、じゃあ行きます。ワープドライブキーを探せ。この辺りから電波が発信されていたようだが、実はここ僕がこの惑星に降り立った初めてのエリアなんです。あら、そうだったの。とにかく発信源に向かいましょう。果実の収集も忘れずにね。あ、ブリトニーさんちょっとうるさいね、ここ置いといて。とりあえず最初は赤ピクミンしかおらんかったわけでしょ。だからアカピクミン以外の力があれば進めるようになる、なってる場所が、場所に出会えるはずやから、そこを目指そう。
どうしようどうしようどうしよう。この壁は壊せる？ダメだ、ビクともしない。いきなりもうダメなんや。はい、あの白いやつ怖いな。すげえ、100匹の突撃すげえ。 OK、 よし、あいつ倒さなな。まずは茂みに隠れよう。嘘、嘘やん、茂みやったら大丈夫じゃないの。最悪や。よくもキビクミを。待って、マジか、めっちゃショックや今の。うわー、本館かなこれ。お、掘ってこ。これは何や。あ、なに？柔らかそうな森土だ。掘り起こせないかな。あれ？あ、なんか出てきた。何が出てきたのこれ。お、なんかマグマ玉みたいなやつ出てきた。爆弾岩や、爆弾岩。怪しげな岩を発見した。内部より高エネルギー反応がある。他のピクミンと混ざらないように LR で切り替えられるようにしておこう。おお、これで壊せるってことか。いけ。ええぞ。ちゃんと避難してくるとこがかわいい。はい、急げ。すげえ。はい、ええとこ乗したぞ。ナイスー。はい、よし、赤ピクミンどこまで行った？なんか変な音する。体調投げにくいっすね。よし、大丈夫かこれ。あんまりこれ増やしたら当たりそうで嫌やな。間違えた。あぶね。あー、そういうことか。これむずっ。じゃあブリトニーさん、ちょっとこれ抜くだけ抜いて、ブリトニーさんも行かなあかんのや。キーパッドで合流。
ず。岩が嫌やわ。よし、こっちに、はい、こうしてで行きましょう皆さん。とりあえず、あー無理か、投げなあかんか。倒してくれ。やばい、タイミング悪い。いてー、マジか。うわー、めっちゃやられた。うわマジかー、めっちゃやられた今の。めっ、うわーくそ。もうちょっとで倒せるような。でも石吐いた直後。よし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 。うわーもう、いやちょっと待って、さ運ぶの後でいいから。OK です。やっと脅威が排除できました。あー違う、くっそ。全部投げて、頭に食らった。悔しい。ごめん。隊長、あとは。あとは任せました。よろしくお願いします。電波の発信源の方に行こうとしてないな、そういえば。コメント。絶景かな、絶景かな、あそこに何かあるようだ。どうやったらあそこまで登れるだろうか。高いところといえばキピクミンなのだが、うん、とりあえずブリトニーさんは戻っといてもらおう。キピクミン、あー壁や、くそ。あれ何、気持ち悪い。爆弾どこや、爆弾。とりあえず倒すか。強い。いいぞ。
爆弾どこやろ。あいつなんなん、こいつ倒せる。やべ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 、どんどん来てる。大丈夫か。何ここ、爆弾のやつどこ。すべてのピクミンは穴を掘ることができる。まあまあまあ、それはわかるんやけど。あった、ここや。よし、よっしゃ、逃げろよ。おい、うわーって帰ってくると思う。かわいいな。おい、よし、よし。あ、間違えた。違う違う違う。おお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 お。なんじゃそりゃ。ここから登れそうなんだが。ここに誰か置いといて、ほんで向こうをもう乗せるってことやんな。でもどうやってここに来たらええんや。あ、ここ壊そう、とりあえず。うわ、行けへんもんな。あ、そっか、一人だけなら行けるんか。水とか関係なく。よし、ご苦労。ちょっと待ってくれ、何よ、何これ、気持ち悪い。はあ、ちょっともう結構夕方近いんじゃないの。毛玉雲、牛を壊せば毛が抜ける、毛を抜いて活路を見出せ。ちょっと待ってよ、もう指示をお願いします。いや、待って、フッシュ6本でけん。まず足元に突撃。ああ、登っていってやってくれるのか。ああ、やばい。ああ、頑張れ頑張れ。振り落とされた後は無理っすな。やばい、いやー、どうだ。あ、そうか、でも
岩ピクミンは、岩ピクミンは押しつぶされへんのじゃなかったっけ。いけいけいけ。だから踏まれても大丈夫なんだ。移動した。移動しながら戦うの。こちらアルフ。うわー、アルフ。いやちょっと待って、大変すぎる。何これ。来いや。今や。ごめんな。よし、めっちゃ減ってるけど大丈夫かこれ。地上65匹。あ、そうかそうか、こっちでみんな。こいつ倒せるとこまで時間あるかな。大変やな。アルフと手分けして戦った方がええんか。やばい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 。赤ピクミ23匹ってどこ。くそくそ。呼びます。やむを得ん。ジレだ。ここで詰まってるよな。橋ができてないから。くそ。やばい、めちゃくちゃめちゃくちゃはぐれてるぞ。もうその運搬で詰まってるやつはみんなも集まり。みんなおいで。ああ踏まれた。くそ、めちゃくちゃむずい。こんなボス戦とやることになると思わんかったもんな。今や。どうや。もっと思い切っていった方がええんかな。あーやっとった。生まれた。もう嫌や、もう嫌や、もう俺嫌や、もうあいつと戦うの。めっちゃ死んでるわ今日。僕はあそこにキピクミンを投げたら、そこの台を踏んで足場が上がるってことやんな。いやー今日つらかったな。はぐれて食われるピクミンはおらんだったとしても、普通に襲われて死にまくった。もうー
拳攻撃やから岩ピクミンめちゃくちゃ連れていけばええんか。で、あの2つのエリアに隊員を分けて移動されてもその先で戦えるように。めっちゃ複雑やねんけどそれってくそー、時間制限があるっていうのが怖いな。うふふ、新しい果実デコリボッコリ。っていうかそもそもあのボスの登場の仕方えぐいわ。お、この惑星の果実をいくつか分析したことで位置を検出できるようになったわ。おお、これからは G レーダーで果実の位置を確認できるわね。未探索エリアでも果実の位置が表示される。やったね。この一杯があるから頑張れるのよね。分けなきゃいけないのが残念だわ。よし。いやーちょっとこれ見たくない、これ。うわもう50匹死んだもん。すまんな。いつかこういう日は来るんじゃないかと思ってたけど、こんなに一気に来るか。思ってたより早かった。探索8日目、僕がこの惑星に不時着したエリアへと舞い戻った。その時は気づかなかったけど、何かが強力な電波を発しているみたいだ。僕らのワープドライブキーを拾ったらしい例のホコタテ星人だといいのだけれど。今度は3人だからきっと見つけられるはずだ。いやー今日は辛い一日やったな。っていうか電波の発信源確認して移動するっていうことをそもそもしてないのおかしいよな。明日はその辺ちゃんとしたいと思います。できればあの大雲も倒したいな。でもそのためには岩ピクミン増やさなあかんかな。うん、考えます。また明日も頑張ります。ありがとうございました。お疲れ様でした。